先ほど数分後、裁判の話したすぐに電気消しよった。家の中で喋った内容は聞こえてるとしか思えない。本当に卑怯な連中。で、黒い車が1台止まってたけども、すぐに出て行っと。あいつはあそこで何かやっとんちゃうか。働いたふりなのか何なのか。